もうすぐだよ。帰れるんだよ、お姉ちゃん。待ってくる。ブーニベルゼのご褒美か。私に解放者を務めさせる餌として神はセラの姿をちらつかせたに違いない。そんな風に推測してからふと気づいた。セラの声、セラの笑顔、よみがえる懐かしい面影に思いが込み上げてくるはずなのに、私の心は冷めたまま、むしろ皮肉に受け止めていた。